デルツバッハは、ドイツビュルテンベルク州、法塩エへ軍に属す、町村。デルツバッハは、ヤクスト川の渓谷、標高230メートルから430メートルに位置する。デルツバッハは、デルツバッハ自身とかつては、独立した自治体であったフォーエバッハ、ライバッハ、メスバッハ。ヤクスト川沿いのデルツバッハは、1230年に、トージイブッチとして、 初めて文献上で研究されている。ボヒや出土品から、デルズバッハには、紀元前1000年にはすでに人が住んで、ことが分かっている。町議会は12議席からなる銀と赤が3回、入れ替わる横帯によって、上下に分割。上部は銀字に3つの赤い貝が2つと一つに、分かれて配置されている。下部は黒字に5本スポークの銀の水車。 ホーエバッハ地区デルズバッハの町内には合わせて三つの上官がある。さらに、かつてのベルリヒンゲン家の水木も残されている。この漁師家は、1371年にデルズバッハ地区の中心部に進出し、元の領主であるトルケバッハ家と交代した。1601年に城は、アイプッケに売却され、現在もこの家が所有している。四面を囲まれた中庭も、より、 大きな納屋に囲まれた納屋の庭も城の施設である。プロテスタントの三位一体教会の塔はもともと13世紀に建てられた防衛施設の塔であり象徴的な建物である。ライバフ地区の高台にラックニッツ断尺の城塞がある。かつての建場は1621年にエアハルト・フォン・ムゲンタールにより帝国領主の所領となり、 ルネサンス様式の新しい建物に建て替えられた。メスバッハ地区には1776年に建てられた素晴らしい天井画を持つロココ教会を備えたパルム男爵の上巻がある。この城は4階建ての長方形の建築で四隅にそれぞれ丸屋根の円筒がある。この上巻はおそらく1750年以前の建築であるが後年のアイプ家の時代になってやっと完成した。 ホーエバッハの石橋ホーエバッハ地区には小さな男爵の城と典型的な王の橋が残されている。堅固な四デガーチの石橋は1808年から1810年にビュルテンベルク王フリードリヒ一世の命令によりアウグストフォンズ・テンホーファーが建設した。この橋はナポレオンにとってホーエンドウェ地方北部獲得のための戦略的意義と その地方とシュベイビッシュ地方の中心部とを結ぶ交通システムとしての意義があった。橋の中央の石柱にはローマ数字の MDCCCXO の頭文字 FR とその紋章が掲げられている。カール・ユリウス・ベーバーにビュルテンベルク王国で最も美しい橋と称えられた。第二次世界大戦の終わりに橋の北側のアーチが破壊されたが1947年に 再建された。1996年から1998年まで現在の連邦道 B19 号線がこの橋の上を通っており良好な状態に維持管理され拡張されたデルツバッハは2001年にウンザー・ドーフ・ゾールシュナ・ワードン・コンテストの金メダルを獲得している 岩の聖ベンデル礼拝堂でルツバッハとホーエバッハの間にザンクト・ベンデルツームシュタイン礼拝堂がある。現在の建物は前身となったロマネスク様式の礼拝堂があった場所にウルズラ・ホンベルリヒンゲンの依頼により1511年から1515 15年に新しく建設された後期ゴシック様式の巡礼礼拝堂で三大目となる建築である。 1478年にはすでに、バッヒエンシュタイン家の所領台帳に、岩の礼拝堂が記録されている。初代の礼拝堂は、現在の礼拝堂の上にある巨大な岩の洞窟内に6世紀に設けられたと考えられている。その痕跡は、現在も残されており、見学することができる。伝説では、ある羊飼いがここで財宝を見つけ、神への感謝に礼拝堂を建設したとされている。 キリスト教以前、ここには泉時と岩からなるケルトの泉の聖域があった。教皇グレゴリウス一世の命令で、異教の宗教施設をキリスト教の礼拝施設に建ずることとなった。6世紀にアイルランド及びスコットランドの修道士らによって南ドイツ全域に布教活動が行われた。ベンデリンもそうした一人であった。彼はこの地方を移動しながら布教に励み、 現在も、牧人と家畜の群れの守護聖人とされている。1997年からは、保護協会が、この礼拝堂の保全、維持を行っている。シュバーベンのローマ教会に属す主任司祭を務まる。シェーンフーウートは、1837年に、この礼拝堂の上にある森野野原で5月祭を開催し、これ以後現在も、子供祭りとして、毎年開催されている。 この礼拝堂は近年参拝者が増加しつつある。2006年の夏にヤクスト系谷中流域に肌、デアシュティレが整備されたが、セーベンデル礼拝堂はそのデルツバッハの区間に組み込まれている。デルツバッハは、コッハイコールヤクストイコールターバー地方、コッハーベルク大地区に属すワイン町である。この町は、ビュルテンベルクワイン街道に面している。アルテンベルクは、旧斜面を切り開いて作られた。 小さな段級に改良された南西ドイツ交通社の子会社であるデルズバッハ交通社が公共交通機関網の一部としてのバスの運行を行っている。このバス路線は方円道へ運近公交通の料金体制によっている。ヤクストタール鉄道の機関車デルズバッハにはヤクストタール鉄道の出発駅がある。この鉄道はかつてはこの地域の重要な狂気路線であったが 運行を停止し、現在は再開に向けて修復、調整中である。ヤクストタール鉄道は、私有鉄道として運行している。1888年に計画されたチュトリンゲンから、デルズバッハ経由で、バートメルゲントハイムまでを結ぶ、蒸気機関車鉄道は、狂気鉄道に計画変更された。出発駅は、チュトリンゲンからより、大きな駅であり、幹線鉄道である。 ハイルブロン、ラウダ線に接続するメックミュール駅に変更された。この支線の営業は1900年12月に開始された。1951年までは貨物運行、旅客運行がなされていた。1967年に一旦は旅客運行が再開された。1971年にジャグはスウェグと共に夏の間だけこの路線をドイツで 初めての博物館路線として蒸気機関車を運行することとした。1988年12月23日、通常運行に向けて包括的な準備を行う企業体が発足した。デルツバッハクラウトハイム間の創業再開に向けての努力は2002年に第三セクターのヤクストタール鉄道株式会社に引き継がれた。ありがとうございます。